そしてその日の夜、一行は初の台湾を満喫すべく台湾料理の名店新家に向かった。そこでメンバーを待っていた料理は美味しいです。お、皆さんご覧ください。こちらは、台湾で有名なコラーゲンの塊です。あのコラーゲンの コラーゲン豆腐全部がシャンシン。じゃあそう、信じられないという意味です。せーの、全部がシャンシン。じゃあ早速いただいてみましょうか。はい、じゃあ遠藤さん最初いただいてください。何味なんだろう。これ食べた人いないよね、まだ。でも色的になって。うわー、待って、嘘嘘、見たい見たい。なに、なにこれ。全部がシャンシン。全部がシャンシン。なんだろう、豆腐豆腐ですか。でも確かになんかあの牡蠣っぽいですね、あの海の。すごい、なんかいっぱい入ってる。なんだろう。え、これあの台湾では有名なやつですか。高級料理です。今高級って言われてから今ここ食べたいっていう感じの。なんかちょっと生姜っぽい、香草っぽい匂い。絶対健康にいい匂いする。ジンジャーの匂い。え、ちょっとスープ飲んでみる。うん、そうだね、いただきます。あ、あーちょっと何、慣れない。違う、予想してる味と全然違う。違う、しょっぱくない。しょっぱくない。なんだろう、生姜っぽいんだけどちょっとなんかスーってする。あー、なんかプリプリ系。プリプリ系、おいしい。エビみたい。食べたことがない味ですねこれ。え、本当に。確かにスープ薄いね、ちょっと。味はそんな濃くないよ。え、なんだろう、しょっぱいとか甘い。しょっぱいとか甘いとかじゃない。あ、でも弾力がある。すごいムニムニでしょ。なんか見た目白子っぽくない。あ、確かに。生姜の匂いする。わ、すごくない。卵。違う、なんかね、食べたらわかる。なんか食べた。そう、でも確かに豆腐っぽいというか豆腐っぽいんだけど、どんな感じですか。え、よくわかんなくない。なんだろう、卵。卵だ。あ、3人の聞いて食べたいと思わないんだけど。誰も食べたいって気になってないんだけど。じゃあいただきます。おい、なんか変な声かかるんですけど。スープがね、あの想像してたのと全然違う。まだ飲んでなかったんかい。飲んでなかった、びっくりした。じゃあいただきます。本当に来る、びっくりした今。味が、味はなんかない。エリカ様は、エリカ様は、なんだろう。いやね。待って。ね、おい、ダイヤちゃんも。すごい弾力がありすぎて。なんかでも噛めないよ。弾力がありすぎて噛めるんだけど。あの、なんか口の中でブレーン。弾き返された。歯が歯を。なんか生卵でさ、いいところ生卵ってさ、お箸でさ、あの黄身掴めるじゃん。今ちょっと期待。いただきます。もう多分一口でいった方がいいよ。そうだね。あ、出るか、はじけた。でも美味しくない。なんか、うん、美味しい。あ、でも、あ、でも本当にみんながなんかさっきの、さっきサカチから変な声聞こえたんですけど。あれスープね。でも美味しい、美味しい。なんだろうな、お豆腐、お豆腐。なんか弾力のある。あのでも味的にちょっと魚の卵っぽい。ちなみにサイさん、はい、これとこの料理キーグルなんて言うんですか。ケグラ。ケグラ。ケグラ。直訳すると日本語に。タケダキンダマです。え、なんで、なに、なに。なに。タケダキンダマです。本当に。ね。
先入観です。え、真っ赤になった方がなんかやらしくな